マイナス10キロ綺麗に痩せる佐藤澄香です。最近お腹周りが特に気になってきた、でも腹筋などの運動は苦手で続かないなんてことありませんか？そこで今回の動画ではぽっこりお腹を改善する簡単な方法がわかるんです。特に気になるお腹周りからスッキリさせて痩せたいなと思っていらっしゃる方はぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちら、腹筋よりも効くお腹がへこむ飲み物3選についてお伝えしていきます。話の流れはこちらです。1つ目、なぜぽっこりお腹になるんでしょうか。2つ目、お腹がへこむ飲み物3選についてお話ししていきます。では1つ目の項目のポイントです。1、腸内環境がお悪いからなんですよね。これはですね、そのぽっこりお腹にそもそもなぜなってしまうのかと言いますと、あなたの内臓の状態が良くないわけですね。そのお腹周りというのは要は骨盤周りですよね。でその骨盤の中に内臓、臓器が収まっているわけです。でそこがお悪いと、もちろん代謝も落ちますし、ぽっこりとですね、出てきてしまう場所ということになるわけですよね。ですからいかにその内臓を元気にしてあげることができるのか、イコール溜め込む場所は腸内ですから、いかにその腸をですね、すっきり大掃除デトックスすることができるかできないかで、そのぽっこりお腹が変わってきますよってことなんですね。ですからぽっこり出てきたお腹の原因というのは、実は内臓が主な原因なんですよということです。その中でも特に腸なんですよってことなんですよね。ですから腸内環境が整っておきれいな方っていうのは、もう毎日すっきりデトックスできますから、そもそも老廃物が溜まっていない状態なわけですよね。そういった方はやはり体質そのものが痩せ体質になっているからこそ痩せますし、お腹もぽっこり出てこないわけです。ではその逆の方が結局お腹周りからねぽっこり出てしまって、体重は落ちたけれどもお腹だけはね取れないっていう方は、やはり腸内環境を見直していきましょう。そして2つ目のポイントはこちら、低体温の方がぽっこりお腹になってしまいますよってことなんですね。もうそもそも低体温ですと代謝がめちゃくちゃ落ちます。もういくらですねやっぱり食べても燃やす力が落ちるわけですよね。もう体温が低いっていうだけでとても不利な状態になっていらっしゃるわけです。もしあなたが普段からお腹に触れると冷たいなって感じていらっしゃるようでしたら、もうかなりお体の深部がもうキンキンに冷えてますよ。そんな状態ではいくらダイエット頑張っても痩せることができません。なのでいかにその体温をね上げることができるかっていうのが、ダイエットを成功させるポイントになってくるんです。例えばどんなことかと言いますと、こちら、体温が1度上昇するだけで代謝が 12% もアップします。これはなかなか運動でもね難しいパーセンテージなんですよね。体温が高いだけでこんなにもあなたは燃えやすい体になるわけです。そして結果血流が上がって、なんと免疫力も 30% も上昇します。もうとっても大事ですよね。いろんなウイルスに負けない体を作るためには、まず腸が健康で、しかもあなたの体温がしっかりと高い状態、低体温ではこの逆のことが起こりますからダメです。なのでやはり体温がせめてやはり36度5分以上ですね。もうとにかく36度もないですっていう方はもう大変ねもったいないですし、体調も良くないと思いますよ。ですからまず低体温を改善されて、しっかりと基礎体温も最低でも 36.5 度はですね必要ですから、そこに向かって取り組んでいきましょうね。はい、それではここから2つ目の項目です。お腹がへこむ飲み物3選ということで3つご紹介していきますね。まず1つ目はこちら、生姜紅茶になります。この生姜紅茶が持つダイエット効果をお伝えしていきます。まず生姜は脂肪燃焼促進、脂肪ねどんどん燃やしてくれて、しかも太るもと血糖値の急上昇も抑えてくれます。でしかもここすごく大事ですよね。先ほどお伝えしました、低体温だと太っちゃいますよ、お腹ぽっこりになりますよっていうのを解消してくれる温め効果が高い、プラスデトックス効果も高いわけです。
そこに加えて同じような効果を得ることができるのがこの実は紅茶になります。紅茶も体を温める効果がある飲み物なんですよ。逆にね、コーヒーとか緑茶はお体を冷やす飲み物なので、飲み方、量には注意していきましょうね。ということで、紅茶も生姜と同じような効果があるということで、もうダブル効果なわけです。この生姜紅茶をだいたい1日あたり1杯から2杯ホットで召し上がっていただきますと、先ほどの効果を得ることができて、ぽっこりお腹がへこんでいくというね、しっかりと内臓からケアしていくことができる飲み物になります。よく市販でも生姜紅茶というね、ティーパック売っていますよね。見かけたことある方もおいでと思うんですが、そのティーパックでも無添加でしたら OK、 そこにね、余計な添加物、お砂糖とか香料とかそういったものが入っていない生姜紅茶であれば、やはりティーパックで取るのが一番ね、簡単で早いかなって思います。ただこだわる方っていうのは、まあ、例えばね、紅茶も有機栽培の紅茶で、生姜もご自分ですりおろす方でも OK ですし、またパウダー状のね、粉末の生姜もありますから、そのあたりはご自分のお好み、続けやすいものでトライしてみてくださいね。では2つ目のドリンクはこちらです。レモン茶湯になります。それぞれダイエット効果高いんですよ。まずレモンといっても、まあ、もちろん輪切りのレモンでもいいですし、もうそれがね、できないっていう方は市販のレモン果汁でも OK です。ただしどちらも、まあ、農薬だとかワックスとかね、添加物が入っていないもの、良質のものを材料として選んでください。ここがもう基本中の基本になります。ではそのレモン果汁の痩せ効果なんですけども、脂肪の吸収を抑えてくれたり、またクエン酸効果が高いので、酸性に傾く、要はこう太りやすいね、体質から弱アルカリ性へとね、戻してくれやすい飲み物になりますから、ぜひここの効果もゲットしていきましょう。でもちろんビタミン C もたっぷり含まれていますし、むくみ改善効果もあるのがレモンになります。でそこに加えて、お水ではなくてですね、レモン水ではなくてレモン茶湯なんですね。なぜ茶湯がいいかというと、こちら、ここもね、お体が温まるわけです。内臓が温まるイコール動きが活発になりますから、結果代謝が上がってポッコリお腹がへこんでいくわけですよね。でまたなんとね、脂肪燃焼効果もそれで上がりますし、消化代謝もアップしてデトックス効果が高いのが茶湯です。ですから、まあ、常温ないし冷たいお水よりもやはり温かいお湯、茶湯がダイエットには一番おすすめということになるんです。で私はレモン茶湯よくね、朝一番起き抜け飲むことが多いんですよね。あのさっぱりしますし、こう目覚めもなんか爽やかですごく好きなんですよ。で、まあ、どれぐらいでしょうね、コップ1杯、まあ、だいたい1カップ200ml あたりに対して、私結構酸っぱいの好きなので、レモン果汁がどれぐらいかな、大さじ2分の1ぐらいですね。お好みで小さじ1でもいいかもしれませんが、そのあたりはお好みで OK です。ポイントは良質の材料のレモン果汁と温かいお水、茶湯をセットで使う、これが痩せるポイントですよ。ではラスト3つ目の痩せるドリンクはこちらです。リンゴ酢を使ったリンゴ酢ドリンクになります。まずですね、もう本当材料、リンゴ酢と、これも茶湯なんですけれども、簡単に作れちゃいます。でまずこのリンゴ酢のダイエット効果、もうこんなにもあるんですよね。もう脂肪がどんどん燃える、代謝が上がる、そして太るもと、血糖値の急上昇も抑えてくれますし、またですね、酢酸の働きが一番強いのが、数多くあるお酢の中でも一番なんです。なのでリンゴ酢なんですね。そしてリンゴ酢を飲むと満腹感も得やすいので、暴走する食欲もぐっと抑えることができるんですよね。そしてむくみ改善効果もありますから、やはり体重は減った、でもむくんだままだと全くね、痩せたって言われないと思うんですよね。もったいない。なのでむくんだままではなくて、しっかりとスッとね、小顔、細腕ですよね、細い足、そういった形でむくみが取れるだけでも全然見た目変わってきますから、そういったむくみでお悩みの方もぜひこのリンゴ酢の力借りてくださいね。で私はリンゴ酢ドリンクを飲むタイミングはですね、あの食前にも飲みますし、特にあの実は食後にも、ね、飲むことあります。
まあ、食前飲むとこういったね血糖値の急上昇を事前に抑えることができるので、結果脂肪を溜め込みにくくしてくれるという効果もあるし、食中でも OK なんですが、私はどっちかと食前と食後にもね飲みます。あの大なり小なり食事をとると体の体液がですね、酸性に傾く、イコール錆びていくっていうね、よく言われると思うんですけども、やっぱり太る体質にこう傾いていくわけですよね。そこをしっかりリンゴ酢のこういったクエン酸、レモン酸もそうです、要は酸っぱいものをさっと取ってあげると、酸性に傾いたものが弱アルカリ性といって、要は本当にね日常の内臓が一番元気に働く状態が弱アルカリ性の時なんですよね。そこにね戻すことができるんです。なので私は例えば酸性に傾きやすい、お肉系だったりとか、ちょっとお付き合いで甘いものを食べたりとか、そういった時はね、そうだと思ってね、ちゃんとその食べる前と後にもうダブルブロックって形でですね、さっとリセットするんですよ。そうするとね、本当これはねありがたいことにもう全くね問題ない、食べたことがなかったことにみたいなね感じにできますから、ぜひリンゴ酢ドリンク飲んでみてくださいね。で、私はどうやって作ってるかと言いますと、白湯、コップ1杯ですね、200ml ぐらいに対して結構ね入れちゃいます。大さじ1杯ぐらいリンゴ酢入れて飲むんですよね。ただしちょっと最近胃がね調子良くないなとか、胃が泳い方はちょっと急に空腹の時にリンゴ酢ドリンクを飲んでしまうとお気分悪くなったり、ちょっと刺激が強すぎる場合もあるので、飲み方には注意してみてくださいね。はい、この動画のお話ポイントまとめになります。まずはぽっこりお腹をへこませるために必要なドリンク3つご紹介しました。生姜紅茶、レモン白湯、リンゴ酢ドリンクでしたね。このドリンク全ておすすめなんですけれども、あなたに合ったものからまずは3、4ヶ月毎日1杯ずつでも OK です。まずは続けてみることというのがとっても大切になってきますから、ぜひあなたに合ったドリンクから試してみてくださいね。この動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録いただけますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。